阪神坂本誠志郎が FA 権取得終わってから考えたい。阪神坂本誠志郎捕手が14日国内フリーエージェント FA 権の資格取得条件を満たしたバンテリンドームで報道陣に対応し、今はみんなで連覇に向けてやろうと言っていて、そのことしか考えられない、全部終わってから考えたいと思うと語った。坂本は阪神の正捕手なので全力で引き止めてほしい。フロントさん、財布の紐を緩めてください。坂本は去年の日本一の功労者、もう少し認めてあげましょう。ファンの方々、残留でしょう、出るり言うないし、全ては今年次第。連覇に貢献したらタイガースをはじめ複数球団からいい条件提示が来ると思うので、モチベーションは高いでしょう。去年の優勝と日本一の立役者と言っても過言ではない。今後も長く阪神に携わってほしいです。 FA は選手の権利、高く評価してくれる球団を選べばええと思う。大山、糸原、原口しかり。坂本選手の存在は大きいよ。連覇を信じて応援します。残ってもらわないと困るけどな。第二星が長坂になってしまうと怖すぎる。 C ランクや資産球団は来るやろな。結構いろんな球団は欲しがるかもね。タイガースなら大型契約見込めるだろうな。昨年の活躍が大きいね。坂本選手は阪神として絶対に引き止めないといけない選手だと思う。ダルビッシュも坂本と組みたいと言ってたし、正直夢のより坂本の方が要、引き止めなければならない。他球団もオファー絶対来るだろう。坂本と近本は阪神の中で守備と攻撃の要です。併用にどう思ってるかは本人にしかわからないけど、球団としては全力で慰留しないとだな。それで移籍されたらしょうがない。坂本が頑張って取得した権利だからね。本人の権利なのでやりたいようにすればいいと思うが、移籍して阪神より出場機会が恵まれる可能性はかなり低いと思う。捕手はなかなか育たない阪神、坂本、梅野に続いて坂枝や中川の成長に期待したい。彼は必要、残ってくれ。本人は至って冷静ですね。今は黙って応援するしかないですね。阪神的には引き止めたいわな。今季のチーム成績的にも頼む。阪神にいてくれ。どこへ行っても応援し続けようと思うけど、でもやっぱり阪神タイガース坂本誠志郎がいいな。周りの人への感謝を第一に述べる坂本誠志郎が私は大好きやし、応援し続けたいと思う。誠志郎さんはどこへ行っても応援するから、後悔のないように決断してください。とうとう出ましたか、縦島の誠志郎さんをずっと見ていたいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。